お前らは本当すごいよな。部屋をきれいに保ててうう。お前がちょっといないだけで部屋はきれいになるんだよ。ふんとか嫌なやつ。うわっ、てかお前これ設置しろ早く。意味ねえ、お前ね、ここにねえねえから。意味ねえ、お前。え、これ、これもらっていい？え、使わないっしょ。シーツ買ってやったんや。シーツ優しい。買ってやったんや。いやいや、お前が女とやって血つけたからどこどこ。これ枕のやつ。いや、これ違う。これは俺じゃない。これはん、枕なんの。これ、富士の液体。なんか耳あたりから出てる。耳だれ。耳だれ。ひどいよ。ひどいよ。シーツはでもね、一回洗ったんよ。洗って設置し直し。あ、これ、これ別に取って、これ SM グッズ。 SM グッズ。まず俺のベッドでやるのをやめてほしいんだけど。そうすることでね、うん、ベッド汚くなってくる、ちょっとね。うわ、お前ん、なんか基盤ね、これ洗濯してる。してないね。これしたよ、この前。したんだ。うん。この前っていつ？知らん知らん。正直に。だからみんながさ、さなぎも絶対俺のベッドでやったことあるよな。正直に言わ。あ、上見た。もうやった。上。5回そう。5回。5回。まあ、やんのは最悪いいんだけど、うん、ね。ケーキだけはつけないし。でも薄くない、もうその日経血でしたってなったら。いや、森山は生理って聞いてからこっちでやるよ。自分のベッド汚れないようにこっちでやってる。マジって言って。じゃあこっちだわって。普通にやってることやばい。じゃあこれで立った方がいいじゃん。まあね、うん、生理用じゃねえんだよ。あと俺ペペ使う時もこっち来る。あ、お前やばいぞマジで。人のベッドなんだろう。じゃあ圭介の後日談でもしますか。特に話すことないよね。特に話すことない。後日談ってだってさ、もう帰ってんだからさ。確かに。何があったか話すもんじゃん、これは。それはそうかもしれない。いや、まあ、脱いだら毛がやばかったよとか、そういう話俺もしたかったけどさ。いや、ダメだろ。後日談って俺らそういうこと普段話したんだっけ。そう。最低だな。最低だな。クズの極み。はい、藤原選手、今回はあの負けという結果に終わりましたが、今の気持ちを聞かせてもらえますか。あんまり覚えてませんからね、はい、うん、強く生きていこうと思います。はい、はい、ということですが、視聴者の方はね、負けた理由っていうのをあまり把握されてないと思うんですけれども、はい、はい、藤原さんが思う負けた理由っていうのは何だったんでしょうか。実力不足ですよね。あと慢心ですか。はあ、あのちょっとね、はい、手抜いちゃったと言いますか、もうホテルでええやん今日はっていう、あの甘えが出てしまった。ああ、なるほど。はい、あと久しぶりだったからしょうがないよ。なんかホテル前でちょっと会話をされてた様子を、はい、拝見したんですけども、あそこでは何を話されてたんですか。あんまり言いたくないですね。言えよ。言えよ。いや、もう一軒飲みに行こうってなってたわけよ。なんだあいつ、聞いてんのかな本当に。せっかく後日談をしちゃってんの。あいつ歯医者には興味ねえから。いや、だから2軒目行こうって言って、2軒目行こうよってこう歩いてたよね。あ、こっちこっちって言って、こうやって入ろうとしたら、え、え、みたいな。あ、ホテルじゃないみたいな。ああ2軒目みたいな言ったら、うん、いや、そういうんじゃない。ああ、それでいけないことあるんだ。あった。あるだろ。あるだろ。なくね。その後は、うん、ああ、そっかみたいな、確かにねみたいな、うん、じゃあ、どうするみたいな、うん、家とかで飲むみたいな、うん、言って、いや、それはないみたいな、うん、それはないねってなって、うん、え、もう私帰るってなったから、あ、分かった、俺タクシーで送っていくよって。これよくやれるの、うん、本当にタクシーで送って、そのままなぜかぬるっと向こうの家に入ってるやつ。あ、うん、なるほどね、うん、おお、それも断られた。あの動画にあった通りですよね。あ、なんかタクシーのさ、ドアのところでさ、なんかこうやって入るんか入るんかみたいなやつ。やっぱね、強引には入っちゃダメよタクシー。あー、うん、お前
意気込みで強行突破って言ってたけど、結構ジェントルマンなバレしたね。バレした。いや、なんかさ、もうそのスレスレのとこまで突破していくわけよ、こう、ホテルに、うんとか、まあ、確かにこうやってやってるような強行突破だよね。あ、確かに。タクシーにまで乗り込んで出してくださいはちょっと恥ずかしいだろ。確かに。まあ犯罪にならないぐらいの強行突破って。 あとさ、なんか温度感わかんじゃん、もうホテルでなんか、あ、もうダメなやつだなみたいな、うんうん、でも俺も粘りのワンプッシュよ、うん、家でちょっと飲まないみたいな。ああ、痛いほどわかるよ、うん、そういうぐだられてると久しぶりだわ。ダメなんだろうな、ダメなんだろうなって思いながら今もう俺でカメラが見れないに、ね、今ずっとこっちの方見てる。家まで来てぐだられることない？ある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 、うん、いや、その時はさ、もうちょっと巧妙に誘うじゃん、なんか、うん、いやらしくない感じで家まで行くんだけど、うん、いや、今日そういうつもりで来てないからみたいな、うん、って言われることもありますよね。確かに家ぐだ、家ぐだって、うん、森山はひどいぞ、マジで、うん、何でもする。何でも言う。でもね、何でも言うべきなんだよな、うん、結構粘るぜ、俺そっから。結婚申し込む。俺見たぞ、なんか家ぐだでさ、てかそう、しかも富士のベッドで申し込んでなかったその時も。あ、そうだよ。えあれ、そうだって気がする。いや、多分そう。あれじゃん、30歳、うん、富士のベッドって気がすんな。あれ、なんで家来た。あれ、いや、上でみんなで飲んでて、明日連れてきたの、俺は。明日連れてきた。あ、そうなんだ。あー、マジでね、うん、ちょっと悲しそう。いや、まあ違ってってないならいいかな。なんか、グダ、家グダされた時にさ、いや、ちょっと付き合おうみたいな言うやついいんじゃん、うん、甘えと思うな、俺は、うん、結婚まで申し込むべき。じゃあ俺もホテル断る時にホテルはダメか、じゃあ結婚する。そうそう。とりあえずプロポーズしてみるっていうの大事だよ。最終カード切っちゃうのね、そこで、うん、そうそうそう、できることなんでも信用獲得するためなら。いや、まあ結婚っていうことで逆に現実味はなくなるけどね、うん、そうだね、うん、リアルじゃなくなるから、うん、だから結婚しようだけじゃダメだと思う。うん、俺の一番嫌いな言葉を今思い出した。なんか、え、他にも女の子いるじゃん、その辺で捕まえてきなよ。あー、で、いるよね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 、いる、違う違う違う、今お前ここにいるよ。お前しかいないよ今。新規なんじゃい。今から外行って捕まえるのだるいよ。このタッタチンコどうする。でも大体いけない、その、まあ、僕の時大体、うん、大体いける。うん、ちょっと粘ってた、うん、俺も一個はさ、俺バイオハザードっていう技を持ってんの。初耳ですね。初耳ですね。すね。これ何回も言ったことあるお前らに、うん、あの、ゾンビなんね、ゾンビ、うん、こうやって触ろうとして、うん、ダメって言われて、俺こうやってあの、弱い力でこうやってあーってなって、うん、で、また行くの。弱い力でこうやってこれ繰り返す、ゾンビだから。で、そのうちだんだん向こうの力が弱くなって諦めてきて、うん、そしたら、無理やりじゃなく行けるんよね。まあ、その方がいいな、確かに、うん、俺もあるよ、神膝。初耳っすね。ゴッドニーゴッドニーって言って、ダメなのって言って、うん、こうやって、グリ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 。そしたら、ダメとか言って、だんだん気分になってきて、うん、だんだん何も抵抗しなくなってくる、うん、よし、やべえ会話してる。やべえ会話してる。誰しも経験あるんじゃないですか。そう、うん、俺らちょっとさ、半ば影響力を持ってしまったからさ、うん、こういう話すべきではないと思うんだよね、うんうん、真似する、そう、やつができちゃう。確かに線引きが分かってないとね、そうね、うん、犯罪だからね、うん、一歩間違えたら、うん、気をつけてね。あくまでそういう時はお願いなわけよ。うん、お願いします。心底願って。強要であってはいけないと。でも前なんか田中がさ、そのホテルにさ、連れ込んだ時さ、うん、言ってたよね、なんかちょっと粘って、あいつも結構粘ろうとしたね、結構粘って、うん、ダメだったみたいな、うん、だからそれぐらいのラインだったらセーフだね。まあ、粘るぐらいはするでしょ。あいつバックハグして、うん、君がなんか、ね、ベッドからソファーに逃げられたみたいな。おー、ベッドからソファーに逃げられたらそれはもう諦めた方がいい。まあ諦めた方がいい。そういう経験ってみんなあると思うな、うん、あるよね、あるある、うん、てか、めっちゃあるよな。
うん、昔の方が多かったな、うん、昔多かった、うん、しかもそこまで行ったらさ、うん、そのまま女の子返したらさ、うん、もう何言われてるか分かんない怖くね確かにボルクス言われてるマジで襲われそうになってって絶対言われてるんだよ恥ずかしい恥ずかしいそうなんだよな、不思議なんだよな、やんなかった時って言いふらされるけど、やった時は言いふらされない、そう、うん、この心理に俺大学の時たどり着いた、うん、みんな、青春アピールに使われちゃうんだよねうん、まあ、なんかキスで返したりしたらもう、やばいぜ、うん、そう、しかもそれサークルの友達とかだったら、やばいぜ、うん、もう終わるぜ、ね、もう終わりだよ、うん、干される、てか俺、言いふらされた、そういえば藤田やんなかったみたいな、ああ。逆にね、ステータスにされてるジャップの字にやろって言われたけど断ったってくそあえて断ってんのかなそれは賢いねだってめちゃめちゃ思わせぶりしてきたもん、うん、もう俺絶対やれると思った私付き合ってる人としかやんないからってやついるよなそういえばいるうん付き合うよね付き合う一回俺結構付き合うよ、うん、で朝忘れたふりするんよあの昨日の記憶ないんだおないよ、うん、いやそれマジ永遠の課題だわよくないんだよなこれはでもうん付き合ったやつとしかやんないって言ってる子はさ割と過去に嫌な経験をした子だと思うよね俺はそうねそうだねうん遊ばれたとかうん、うん遊ばれたっていう感覚を持つのやめた方がいいぜ、多分、うん、遊んだったみたいな、うん、それぐらいの人生楽しくなるからさ確かにね、うん、被害者面やめろって感じおいおいおい急に言おうなんでだお前同調してたら調子乗りやがって確かにね、確かに難しいね、恋愛っていうのは難しいっす、うん、難しいてか俺もつい先日、うだられたばっかりですうだられた辛かったっすどういうぐだられ方したのいや、もう付き合わないとやんない、うん、ああ、うん、ああ、あれねもう俺当然もう入籍おじさんになったよ入籍してください入籍してください足ね足ね入籍してくださいダメだったダメだった、うん、あ、まあ土地まで行けたけどなんかさちょっとしてやったみたいな言わなくていい普通に爪痕残したけど浅くなるよね、余計でもケスが負けたことで勇気をもらいましたっていうコメントが多かったぜなんてだろうねいややっぱみんな負けるんだっつって確かに俺らもさ、うん、もう女持ち帰り得意だぜみたいな風に映ってるわけじゃん、うん、世間からしたら、うんそいつらが負けた無残な姿をさらしてるっていう、うん、だからチャレンジしようっていう気持ちになるかもしれないよね確かにね、うんまあ、でも動画外でもちゃんと負けてるからねうんそうね、うん、普通に負けるよな負ける常に負けるんだよ、うん、あの挑戦すれば、うんうん、負けることなんてあるから、うん、めっちゃ可愛い子にアプローチしたら負けるとか全然あるよなうん負けないとダメだ確かに企業と一緒人生、女遊びは人生な久しぶりに聞いたそういう感じのやつだから理想が高いから負けるんじゃないうん俺上がれる残酷派だよ、うん、あ上がれない漫画より上がれる残酷派だよそう俺が行くと酔っ払って、うん、なんかいるなみたいな、うん、なんかベトベトしてるなみたいな、うん、じゃあいいよって、うん、ああいや俺も行き切ったらそうなっちゃうんだよな確かに俺裏ドラ乗せに行くタイプだなああなるほどね麻雀が分からん締まりがめっちゃきつかったとかいやそれ結果論なんだよな裏ドラ乗ったみたいな便秘ってドロ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 これマジで分かる人にしか分かんない何にも分かる今